へへ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 へ。前回に引き続きやっておるぜ。よし、ちょっとじゃまた腕試ししようか。多分いけると思うけど。あ、1万寄っておるぜ寄っておるぜ。うお、左だ、頼む。うーわ、もうやっちまった。もううわやらかしたな。セーブしとけばよかった、セーブしとけばよかった。やらかしたな。いや、もうダメだ、これなかったことに。いいよ、いいよ、知らん。お帰りなさませ、カナダ。三足ではどうなりました？ひっとろいていたんですか、グレードの。よし、相変わらず料理やってるんで、ちょっと頭全然働かない。お前の会で、さすがにこの間の方々ですね。税金だろ、こんなに長く捕まえてくる。こいつってうさんくさいよね、この人ね。ほら、税金だろ。そいつはお前のことじゃないか。白根もなんか今動いてるね。そうだそうだ、みたいな。こいつらこの方に閉じ込めてくるしましょう。カナン様、なんだ、これをお持ちになってください。ここは、ブーアンバカーの心ばかりの折れてです。おう、これはすまないな。おー、いいね。いいじゃない。さっきのあれだな。あげも取りましたな。これは嘘だから。ファック。ざっけんな、この、くそ、くされ、くされけどな。さあ、お前ら、オレ様の大活躍で、山賊もヒットライト。ちょっとグレイクミサの戻るぞ。早くグレイゾーに、クレイゾーに、俺様の手柄話を聞かせたいからな。ほんとこいつさ、ここから突き落としてんだけど、ここ。ここは多分。だってここじゃダメだな。ちょっと低すぎるな。あなた、魔術師の戸あたりじゃなくてダメだわ。入れないの？忘れ物、忘れ物。あ、ここから入ろうぜ。ち、ダメか。どうなってんの？ここから見れないの？無理か。無理っぽいな。しょうがない。ねえ、じゃあグレックミスター戻るかい。村人の方は多分変わってないよね。ボス。ほらー。なんだよ、カナンって。あいつ何なの、本当に。あれ何？あれ、ターナー、あれもうクソじゃねえよ。あれ何なんだ、言ってよ。あれ、何あの、どうやったらなんでそうだと言った。俺も知りたいんだけど。もうね、もう疑問、いや、まあ、あるよ、それはね。もうね、それはね、必要。悪ってのはいるけど。お前らここまで。クレイ様、俺様が方向に行く。お前らいいのってゆっくり休んでいいぞ。ああ、俺様なんて優しいんだろ。ああ、安く涙出るけど、ああ、ね、手柄一つ見せるけど。いいじゃないか、あの程度の手柄。いつでも立て合えるよ。それは私は疲れた。早く見守って休みたいけど。そうだな、ターンの中で始まって、そうだな。ボツは久しぶりに我が家に帰ってきたんですから、今日はご馳走しますよ。やったぜ、グレメさんのピカシャが、お前どこに住んでるって。てと、お前俺と、何かな、何に対してことない。すぐにそれから一緒に来るんだ。こいつは多分何か疑問を持ってに違いない。わかりました。急で先に帰ってくるよ。後から行くからさ。それから話すことし。安易の告白。行くぞ、てと。こっち偉そうだな、あいつは。俺とさ、解けよ。白い子ですよ。同じだな。そうだな、城行ってみたりとか、ちょっと回ってみたいね、サクッと。あとソニアに、なぜだか、なぜか知らんけどな。慣れましたか？いや、どうだろうね。慣れても。判断軍、あ、同じだね。もうフッチいなくなったよな、きっとね。帰ったかな、あいつ。一緒に暮らさない。仲が悪いんじゃ。あの人は兄弟だったよな、そういえばな。ウィンディと。ボス、変態やろ。出たここでこいつはカナのことを教えてくれたんだよね。教えてくれたっていうか、なんか、あの副官も気になるな。なんてことでしょう。素晴らしいことでしょう。まあ、多分入れないと思うけどね。なんもないべ。ボス。何回言ってんの？これいいよね。なになに？威張ったばっかりだし。気な臭い。
あ、そうなん、そうなんだ。ソニアどういったんだね。ソニアシューレン、ミルイヒ・オッペンハイマー、あいつはどこ行ったんだ。あ、いねえ、いない。ロックランド行き、田舎。あ、これあれだね、あ、めっちゃあるじゃん、動揺してんじゃんこいつ。めっちゃ動揺しとるやん、ふざけやがって。なんかあんじゃね、ここなんかある、日記とかさ、ないか。まあ、あんたつけるわけだよ。そうだな、まあ、しょうがない。ワイルドもありそうな気がしたけど、絶対無理だね。まあ、無理だったらあれだな。まあ、とっとろサクッと帰るといいでしょう。まあ、ダメだろうな、ここしか行けないもんね。しょうがない、帰ろう。ほんとだよ、もう1万ポッチ、もう500しかねえじゃねえかよ。めっちゃ頑張ったからダメだろうけど、こんなんもう心配でしょうがねえよ、もう。ソニアさんいる？あ、一応いるのかな？あ、いるじゃん、まだ。こんにちは。ソニアシュール。北に向かわれたか。日記更新してっかな。ブロン更新。ダメか。ちょっと待って、気のせい。人の気では。これはちょっと怪しいな。怪しすぎだろ。なんかチャラいもんな。テオ将軍なんかチャラそうな感じだったもん、なんか。五大、違う、六大将軍だっけ、六大将軍が一番チャラそうな感じだったもん。まあ、しょうがない。まあ、そういうこともあるだろう。ミルヒ、おいで、ね、いで、ね、あいついで、ね。どこ行ったの、ね、ミルヒさんどこ行ったんだよ。俺はちょっとあいつに挨拶したかったんだけど。反乱沈めたのに。へぇ。あいつも大変なんだね。まあ、そうか、しょうがないか、しょうがない。なんだろ、コレクションは行って。もう見ないけど。もう見ないけど。あれはちょっと時間が、ちょっと時間、なんだ、まあ、多分飛ばしてくれたと思うけど。あ、鑑定してもらおうぜ、鑑定。お金足りるかな、鑑定料取られたっけ、取られる。そう、これでさ、売りつければいいじゃん。何ね、タコツボ。はいはい。タコツボか。え、あ、やべ、金は足んねえ。ちょ、あ、500。もっとなんかさ、なんかないの。ああ、そうだ。あれ、テッドなんか持ってなかったっけ、あいつ。あれ、まあ、どうにかなるかしら。しゃべりが。だから、チュニック持ってるの。あれもちょっと売っ払いたかったんだけど、チキショウ。あれ、あ、いや、へっへだよ。へっへの余裕に起こす。セーブしとくかな。ここも変わんないよね、きっとな。マジラね。ソニア修練、剣の使い手にしては魔法やつる、魔法戦士はやるね。で、こいつはミルヒ・オッペンハイマーか。ミルヒ・オッペンハイマー推しってやつなんだ。へぇ、剣も魔法もタイプ的な同じところか。まあ、成功は全然違うけど、サクッとじゃあれだな。セーブしよう。4日あったら危ねえな。俺なんか普通になんか上書きしちゃったんだけどさ。音楽おかしくね？音楽パクってないか？あれ？ちょっと待って。これ大丈夫か、これ？戻ろう。多分大丈夫なはず。おぉ。大丈夫だよね。大丈夫だ。心配なってきた。結構な、久しぶりの話だ。なんだろう、ちゃんとデータ分けて生物が怖えんだよな。いざという時はな。ボッチさんはすぐに食事を支度してますからね。あ、ちょっと確認したけど、怖えな。雨だね。食った。なんかめっちゃ少ないな、なんか。落ち着く。どうだろう。このところ、保全肉ばっかってあったからな。久しぶりに人間のクレームだったけどね。そんな、遠征だったか。何言ってんだい。争いでクレームなんでもいいくせに。そりゃそうだ。ははは。自分の手でも食ったらどうだ。いや、お茶入りましたよ。どっちや。ここはあれだな、そんなことはない。まあ、これ、ちょっと強がり。ちょっと寂しい。まあ、寂しいんだけど、やっぱ、そこはクレオがいるから、やっぱな。パーンとかい。おもろすぎるわ。ああ、よくないでしょ、絶対に。落ちたもんだな。落ちちゃったのか。なんかバラバラさも、なんか皇帝だっけ？変わったって言ったもんね。7年前から。そうだね。あの、あんな
なのがいるから本当だよ。ダメだよあれ、解雇しろ早く。あ、よく振るね。そうだな、暗殺しようぜ暗殺。それがお前の任務だ。分かった、よし、行け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 よ、おら。ボス、そうだね、テッド来ねえな。必要は冷めてしまいますね。必要もったいないな。寝るか。寝れない。熱気。行くぜ。おい。テッド。何事だよ、これは。手を貸してくれ。テッド、どうした、大丈夫か。すごい血。この血は普通のものじゃない。魔法か。何をしてるんですか。まずは中に運ばれて、ボッツァも手を貸してください。それはいいですか、肩に手をかけて。せーの、またかなんと。あれかよ、なんだよこれは。一体何が、城から戻る道で強盗に襲われた。そんなところか。それにしたら魔法の傷というのはおかしいな。目を覚ましたぞ。これ大丈夫かお前は。ティル、あいつらはこの辺、この間の奴はまだ来てないのか。やっぱなんかあるんだろう。帝国がその落ちたってことに関係があるんじゃないのか。大丈夫ですよ、安心してください。落ちると合わせに何かあったか教えてくれますか。グリミオさん、実は早くしてくれよ、腹が減ってしょうがないんだ。返そうしてんだね。黙って待ってろ。クレイ様のウィンディ様に話してもらってた。ウィンディ、こいつらな。よし、テッド、私と一緒に来るんだ。はいはい、本当だよ。ただ、久しぶりね、かわい少年よ。この少年よ、300年前とちっとも変わってないじゃん。羨ましいね。何、お前は。あ、違う、ま、こんなもん使い覚えていてくれたのか。嬉しい。もちろん私はお前のことを忘れてこなんだから。さあその右手のモーション、今度こそ渡してもらおう。ちょうどいい、こいつはお前だけどさ、お前の足くらいから。何をするつもりだろう。呪いのモーション、ソウルイーターその力を示し。バカなことやめなさい。こんなところに力を使ったら自分を誰が済まないよ。あのウィンディってやつが来るまっか。ティル、頼む。おい、テッド、飲んだパン。ダメです。また気を失っちゃいました。どういうことだい、この間に追われてみたかったが。まさかな。全部カナンが悪いんじゃねえかよ。テッドが何がしたって言うんですか。そんなわけないじゃないですか。いや、わからんな。くれよ。この間に知らせた方がいいんじゃないか。いや、ダメだろ。おい、やめなさい、まったく。なぜです。ボッチャの神が帝国の前では真似をするはずがありませんよ。その通りで。なんでこの間に知らせてしまった。それじゃ、まるで。まるで。しかし、もしもということがある。テオ様がいないときに平和をするわけにはいかない。まあ、テオの顔に泥を塗ってしまうということもあるかもしれないから。いやー、ダメだろ。ダメだよ。うん、まあ、テッドが目覚ませ。待とうじゃないか。なんか状況がな。テッド君がさっき言ったソウルイーターというのは、どこにいるの？ソウルイーター。心配しなくてもいいです。テッド君が。何かするわけないじゃないですか。そうだよ。こいつはただのチャラ男なんだからよ。だろ？横。横。横。起きろ。ごめんよ。おい、坊ちゃん。テッドの熱が下がらないようだし、道具を届けまして薬を買ってきます。うん。薬、持ったけど、いいのかい。雨、やめませんね。嫌な雨だな。寒気がする。あんま良くないね。おい。気がついたみたいだね。どうした、迷惑
なことはないさ。だろ。そんなことよりも、さっきの話はどういうことなんですか。ソウルイーターというのは。また一生の願いかよ。なんだよ。俺の頼みを聞いてくれるか。いやと。内容に憂慮するわ。ティル、俺の右手の手袋を外してくれ。これは、まさか、27の真の王将。そう、これは27の真の王将です。ソウルイーター、呪いの王将。こいつが全ての始め。俺が宮廷魔術師、ウィンディニアムに狙われた。こいつのせいさ。27の真の王将か。ウィンディさんがなぜそんなことを。コレクター、目的はわからないが、あの女魔法使いは、この紋章を狙っている。だから俺は300年の間世界を放浪し逃げ続ける羽目になった。300年でもこんなところが疲れた。生物だけで紋章の力を使ったんだよ。スパイムさん、あいつがいたらな、かなりやろうな。生物のクイーンアンドを吹き飛ばすのはこの紋章の力か。俺はこの技術が、あの魔法使いから生きることはできないだろう。友情に使って、こんなこと言うのは、懐かましいことなのかもしれない。共に不幸をもたらすと知っていて、それをするのも正しいことじゃない。だけど、俺にはお前しかいないんだ。一生お願いだ。この魔法使いを守ってくれ。渡してしまったら、悪いことが起きるから。そうだな。だからサンドルはずっと逃げ過ぎたもんな。この世の呪いの星を上に乗ってたわけにいかない。だからお前に頼むしかない。お願いだ、この星を受け取ってくれ。まあなあ、まあ嫌だとは言えないよね。そうだ、殿も頼むじゃないか。不幸をもたらすかもしれない。その時は俺を恨んでくれていい。ウィンディーだけはそれをさらに言われ、ウィンディーはこれで俺も安心して。何ですか100円だろ。玄関までついてこいくれよ。はい。お前はこの力によって一度も眠ったことがなかった。初めてゆっくり眠らせて、ソウルイーターによって生かされてきたってことなのかい。だったらこれがなくなってしまったらお前はどうなるんだい。おい、これはどういうことだ。まったくめっちゃいるやん。ファインダーとネクスタイルセクソンジェンシー。